くんおら足が速い。一見向かうと見せかける。はい、はい、はい、手ボタン、ありがとうございます。ナイス。うん、話すことなんてないね。さっきちょっと墓で話してたんですが、オラフ君と夏目の訛りが気になるんですけど、オラフ君ってそんな訛ってる？オラフ君な訛ってないの？え、関西？関東？関西ですよ。あ、関西弁だよね。うん、気になるって、あの、いい意味でね、結構的だな。なんでやねんとか言うもんね。いや、全然いいことない。全然言ったことないやねん。言ったことないやねん。バカにしてるでしょ。言ったことないやねん。セアロガイって、セアロガイ、セアロガイは大阪でも結構限られた地域なんよ。セッタンはなまりないよね。僕はね、共通語を練習して共通語を喋るようにしました。あ、そうなんだ。共通語、共通語、標準、東京弁を、東京標準語、標準語、標準語、共通語じゃねえ、標準語、英語かな。一旦我慢かなこれ。あ、構造チェックしよう。あとはオラフ君の構造チェックと、ふむ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 、ちょっと待って、はい、ね、ちょっと待ってない？どうしたどうした？はい、あ、いやいや、停電治るの早かったなっていうのと、うん、今メインの右のドアに関するでたどり着いてるんですけど、先端と夏が飛び出て見えてるんで、ちょっとそんなに面白いですか僕たちの名前がひどくないですか？バカにされてますよこれ。うわもう大金過剰だな。早口ボタクだ、怪しい、怖い。まあ見ただけでも笑われてますよ。それがなんで面白いの？なんで名前が面白いんですかね。あれ、ま、ごめんなさいね。え、僕たちのことけなしてます？僕たちのこと気にしてませんよ。うざ。ねえねえ、ちょっとさ、何でも過剰だよね、なんかね。お願いなんだけどさ、はい、ちょっとセロガイって言ってみて。そんなことは言えないよ。今の、あ、でもやばい。本気より可愛い。本気より可愛い。ちなみに今停電直したのって誰ですか？本気より可愛い。僕です。僕が待機してました。えらい。かっこいい。うん。うん。はい、どないやねんオラフ、オラフどないやねんオラフ、どないなっとりますねん。これミーティングでしょ。ミーティングのはしごの音2回落としたら皆さん聞こえてはりますよね。ありますあります。ミーティング上にしたいやって、オラフ、オラフ殿がはしごをスーッと降りてきて、あ、やべえみたいな感じで目合って、はしごの音してすぐレポートなりはりましたよね、これね。ここの人？いやいやいや、違う違う、ね、いや、マジでオラフ側の主張聞かせや、うん、いやいや全然いや全然ちゃうね。先端さんがそこにいたから、うん、はい、あ、僕が昇降機から上に上がった時に先端さんが切ってるね、だから違う。僕が切ってない、先端さんが切ってた。
じゃあローラでいいですか。階段の音はどうですか。ローラでいいよ。把握するのは楽。ちょっとスナパイ視点では、ゲンさんと僕宿舎前ですれ違ってるんですよ、うん、僕がミーティングにそもそもいて降りて、で宿舎から降りるときに宿舎に向かっていくゲンさん見て、でその後俺は誰ともすれ違っていないのに、はしごの音が2回3回と聞こえるんですね、うん、だからあの発見する側が殺してるとは思えなくて、うん、いやわかる。藤宮さん、あの、うん、逆を主張できないのは、うん、藤宮さんがね見とったよね。はい、武器を取りました。僕ヌーンで左に行ったよ。なんでなんだ、行ったねん。行ったねんな、行ったねんな、そうやねんな。ヌーン左にあるから見て、見てね。そうやねんな。うん、それは本当ないやな。いや、本当、本当。諸説、これは諸説ないやん。これは、完全に諸説ないやん。これスナパイさんと仙丹さんの二郎ですね。いやー、僕も仙丹さん主やと思ってるから、三郎です。まあ諸説あるね、それはね。いや、うん、まあでも偽物が多いな。あの盤面ならロラやね。オラフくん、観念した方が身のためだと思うって。ロラ、ちゃんとしてよロラ。バイバイやで。バイバイ。せやろかい。ロラする気があんのかね。また。あれだ。ボタン押してね。誰がボタン押すんかな。こんちゃんな。ちゃちゃこ。はい、ちょっとやる気を。はい。なんやなんやこのボタンは。今なんやこのボタンは。なんやねん。いやこれ多分表を洗いたくてな。ああ。そう。それはそれなんか多分価値ありそうかなと。スキップ誰やで。センターさん入れたん誰やで。ではオラフ君じゃないんや。どっちかはオラフ君センターさんちゃうか。どっちかがオラフ君と思ったんやけど、もう片方出ないの。であれば隠しろになるかなと思ったけど、どうなんか。じゃあセンター隠しろや。いや、てかね、この状況でもしインポスターない方が本当にスキップ入れてたとして、もしくはセンター入れてたとして、うん、まあ、あの、名乗り出た方が不利に働くって考えるよね、普通ね。うん。うん、それ、正直に名乗り出たからってセンターが釣れる保証がない状況だと思ってて。まあ、でも、セロが。どっちみち、ワイに入れる人はおりませんがな。でもこれでセンターさんの披露しろ、あ、しろが入ってる。目にあるやないか、スナパイハン。せやろがい。せやろがい。スナパイハン。やろがい。ここは一旦スキップしましょうか。結局の様子見とこか。殺されるよ、そういう。ええわ、ええわ。バカにしてたら、プテハスさんやばい、気をつけて。なんで僕だけ本当に。気をつけて、そういうエセ関西弁みたいな。気をつけて。そろそろ右を開かないと。パンでーす。まあ笑ってんの。10秒前にはセンターが死んでいるのをバイタルで確認しています。そこに行く前に停電になった時にアーカイブにセンターが行って、シャワールームかリフトかどっちかに多分向かってると思います。あー、これ勝ちではいつかのガドミンを持っております。ミーティングがアルマくんだね。
あ、そうですね。で、ここ1だった、1だったし、周り誰もいないんで、アルマクが白でよくて、うん、ラウンジ1は誰ですか？動いてたと思う、でもこれ。最終？最終ラウンジ1。あれ？いない？夏目先生じゃない？夏目かな？ラウンジ1。で、武器、キッチン、セキュ。ここに1、1、1。武器、セキュ。最終、最後？私、展望ですけど、展望ないならキッチン。あ、展望、展望は行ったかもね。最後、展望1ついてたかも。キッチン、セキュ、キッチン、展望を行き来したのは私だから、そこ私っす。うん。セキュが俺かな。うん。武器子が藤宮です。でも、これだと？これしかなかったと思うけどな。テラゾーメインホールにエレクトリカルから上がってるから、はしごに登ってる間は消えてるかも。メインあ、一番最後、はしご登ってるのがテラゾーさんですか？はい。あ、僕、はしごの音が聞こえたらボタン押そうと思ってたんで、それは合ってると思います。あ、じゃあ、それで全部かな。僕はアーカイブで、センターと分かれて、ラウンジ貨物診察って言ったので、センターの死体を見つけるためにメインホールシャワールームって行くつもりで、エレクトリカルから登ってました。うん、あ、なるほどね。あ、キッチンにいた人って誰でしたっけ？キッチン私。サントさん展望じゃないですか？あ、展望、あ、ごめん、展望もキッチンもどっち、どっちもあるなら展望。最終展望です。はい、で、武器庫は誰だっけ？武器庫が藤宮さん。うん、僕は展望のダウンロードアップロードしてから、うん、最終キッチンはいない？最終キッチンはいない？スナパイさんがセキュリティって言ってますけど、うん、アップロードしててです。本当の最後の最後は通路だから映ってないかも。プテハシャン、ちゃんと覚えとるやろな、アナミ。いや、今年までつけてもらうで。結論は数が1個足らない。でも1個足りないのは、あとはしごじゃない？はしごの下りじゃない。じゃあ、それだったら2個足らない。うん、僕コックピットだから。なんか1足りてないね。死体の位置がないね。うん、キッチンじゃないですか？なんだ、アドミンミスなのに死んでくれた方がよかったの。もう一回プテハシさん、そのキッチン武器庫展望に111ついてたんですか？武器キッチン石油に111ついてた。うん、だから多分展望がないんだよ。だから最終最後じゃなくて、うん。だからいやまあどっちにしろ結局そこに3つじゃないですか。キッチンの人が展望にいたのは見たのだから、キッチン武器庫石油に11でコックピット1で。ラウンジ1、ミーティング1だから、もしかしたら映らないと、それが全員生きてる人だったら映らないところで一致してあるかも。そう、2個映ってないから、で1個がテラゾさん、はしごの打撲が保証するんで、うん、で、もう1個が死体、だから、タワー右か貨物左か、石の左の通路のどっかで絶対死んでるか、ちょうどあのドアの境目もあるから、そう、器用にそこか、まあさっき言ったアーカイブ付近で見たっていうと、近いのはあのシャワーの右っすね。単純に考えるとね、自分が通ってるから石油の左、キッチンと石油の間の通路では死んでないよ。単純に考えると、うん、センタンがラウンジで見られてるのを確認されてて、その後死んでるだから、石油とか、アーカイブ、ね、アーカイブ、まあ、そこら辺で。うんうん、そしたら左、下組は白なんじゃないかなとは思う。そうね、あと今、あのスナパイさんが石油にないって言ったんですけど、私も石油通ってキッチン展望って感じだったんで、スナパイさんが石油にないって言ってるのは私視点でも保証します。なるほど。客観視点、怪しいのが夏目かな？うん、多分覚え芸のところで死んでれば夏目先生だね。
まあ、でもあくまで全部予測なんで、一応言っとくと、アーカイブで見失う直前に停電は鳴っているから、先端の行動がどうなるのかちょっと予測できるかもしれない。貨物に向かったからリフトの右側行ってるかもしれないけど、無視して左下に向かってる可能性ももちろんある。ただそれだった、貨物じゃないのは保証できます。でもそれだった場合ってアドミン情報出ないから、プテハシさんが覚えてないか、うん、ちょうど狭間で死んでるかの、あと一応言っとかないといけない。先端と別れて俺は貨物室で配線をやって診察を見たら死んでて10秒間経ってる俺が移動してメインホールに行くまで。じゃあ左下の人たちじゃないかもね、死体見つけてないんだったら、うん、移動してたと思うから、まあ、左下まで行けてない可能性が高いと思う。新型案停電の前にはしごの音鳴らしてるんですけど、誰か聞いてます？僕もそれで白に置いてほしいんですけど、覚えてないな。あ、覚えてない。よし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 、生きる通った。あとはジニア、プテハ、プテ酸素、お目覚めですか。もう投了した方がいいですよ。いいですか。はい、はい、皆さんサントスに入れてください。一刻も一刻も早く、一刻も早くサントスに入れてください。一刻も早く。さっきのキル良かったんだけどな。メインからキッチンで飛んでたってことですか。いや、飛んで徒歩です。徒歩で行きました。いやー、さっきのキル良かったんだけど。どこどこで殺したの。覚えです。シャワーの右。いやもう、まあ、いいね。そうだよね。やっぱ伝えがないってことはそうだよね。いやどうまいどうまいですどうまいです。テラゾーさん、私最速で覚え言ったじゃないですか。あ、そうか、覚えの可能性あるなと思って次話す機会があったら言おうかなと思ったけど、ちょっと覚えに行ったことは覚えてなかったわ。サンタさんも貨物脇ですよ、ちなみに。とんでもねえぐらい移動してますよ。あ、そういうことか。で、サントスさん左下にいたんだったら白になれる感じだったから、そうよかったですね。それだったら、あの順で釣っていくみたいな話になるかなとか思ったけど、いやーちょっとね、気をつけます。サントスさん、いやいやいや、初的ルールありがとう、頑張って。いやもう弁当消しちゃっただけなんで気にしないでください。あ、弁当だったんだ。あ、そうなんです。弁当見られてしまったんでやるしかなかった。置いてたらもうピクピクしながら先端さんが来ましたね。もうそんな登り方でしたね。確かにもう、うわ。